第2試合 A タイプタッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナーアルシオン135パウンス秋のみかん、同じくアルシオン140パウンス玉田リゲ、赤コーナー全日本女子プロレス130パウンス藤井みゆき、同じく全日本女子プロレス135パウンス中西桃江、レフリー村山大地。さあ第2試合です。あ、台風と名付けられましたタッグマッチ20分1本勝負、中西桃江藤井みゆきのこの前者のタッグに対しまして、アルシオンからやってきました玉田理恵と秋野美香。まあこの玉田は、はい、ね、前者のファンにはおなじみの選手ですけれども、ね、里帰りということになりますね。はい、アルシオンのを代表してこの前者のですね、新鋭タッグに挑んでいこうということですから、まあ、あのキャリア的にはね、やはりこの中では玉田が頭2つぐらいキャリアはあるんですけれども、はい、そうですね、まあ、でもファイトスタイルがね、はい、やはりこの同タイプという形 の、うん、あのものもありましてね、僕の方では、まあ、アルシオンさんには、うん、この選手出てきてくださいよと、なるほどなるほどいう話をしたんですよ。あのこの中西と、はい、この玉田がどういった、ね、戦い見せるかなんていうのは、そうですね、やはりあの思い出がね、興味深いですね、元先輩後輩のね、はい、そういうものがありまして、はい、非常に見どころがあるところです。そうですね、はい、一方ですね、もう一人このアルシオンから参戦の秋野ですけれども、はい、実はまだキャリアが1年も満たないというですね選手なんですが、もう本当それが信じられないほど驚異の新人ですよね。はい、もう僕はね、本当素晴らしい選手だと思いますよ、この選手はね、こんなに早く仕上がっていった選手とは見たことないと。あ、そうですか。まあ、やはりアルシオン流のですね、うん、トレーニングなんなりの、なるほど、出てるんでしょうか、もともとの運動能力がね、やはり素晴らしい選手だなと思います。さあその注目の玉田と中西の絡みというのが出てきましたが、まずは玉田が得意の、ね、ドロップキックで洗礼というかね、そうですね、やはりこの生き生きしますよね、玉田はこの弾むような試合スタイルね、はい、うん、まあ、ある意味では前場リズムがずっと残ってる選手じゃないかなと。なるほどなるほど、本当にこの玉田のドロップキックを見るとなんかね、本当に前場だなというのを改めて実感しますね。まあ、ある意味でこう少しこう忘れかけたものをね、うん、このリングの上でこう思い返してもらって、またアルシオンのリングで生かしてもらえばなと。なるほどなるほど、まあ、そういう気持ちもありますよね。はい、生き生きしてます本当に。うん、まあ、そのこの中西ですけれども、はい、まあ、いう割とタイプ的には本当にあの玉田のね、若い頃なんかっていうのも結構オーバーラップしていきますよね。もう本当にね、小兵という人は同タイプでありますけどもね、はい、まあ、今の中西もノリに乗ってますんでね、いろんな意味で本当にこれから全場を支えてもらわないといけないわけですよ。そうですよね、タッグチャンピオンだったりするわけですから、はい、さあ今度は藤井に立ちです。この中西と藤井はこれ同期 で、 同期です、ね、デビュー戦の相手が、はい、中西ということですよね。そうですね、まあ、少しね、今同期がちょっと出遅れてるっていうところも藤井にはあるんですけども、なるほど、彼女にもやっぱりいい刺激が欲しい、やはり憧れの先輩だった玉田と、うん、やっぱり当たるっていうところにおいてはね、本人すごいやる気になってましたから、はい、そうですか、まあ、確かに平成8年ですか。そうですね、8年組、組ですか。まあ、最近の言い方で言うとね、はい、あれなんですが、まあ、この辺だったら8年組ということですか。はい、その中では若干ちょっと出遅れている、うん、というよりもちょっと他の選手飛ばしすぎじゃないかっていうぐらい、まあ、ね、まあ、正直で伸びていってね、うん、それを言えば中西、まあ、頑張ってるんですけど、やっぱり中西、脇澤ね、脇澤、ね、まあ、すごいスピードで急ね、急な坂道登り切っちゃいましたよね、なんかそういった、まあ、環境で本人もですね、まあ、苦しい状況というのもあるのかもしれませんけれども、うん、逆にそういうのをね、バネに、まあ、バネしてもらいたいし、どんどんね、まあ、この秋野さんなんかもう本当にね、今年デビューの後輩ですよ、はい、まあ、そういう刺激をね、うん、もらって負けるもんかって気持ちを出してもらわないとね、なるほどなるほど、ちょっとのんびりなところがありますから、性格的に、うん、そうですね、そうですか、
り、まあ順調に伸びていると思いますよ。そうですか、うん、ただね、うん、同期がちょっと行き過ぎましたね。すごいんでね、キャラクター的にそうなんですよ。非常に最近は話題の選手が多い。そうなんですね。ちょっと影が薄くなってしまったのが、ね、頑張ってほしいですね。今日はいい刺激に。でもね、大器晩成ですから、はい、ある時突然花開いたりするんですよ。そうなんですよ。こういう選手はいっぱい見てますからね、はい、うん、戦場の歴史の中でも本当に数限りなくそういったシーンというのがあります。さあ今度は秋のど中でしたよね。こうやってね、すぐにこういうサブミッションに入れるというどっからでも入ってきますね。今のようないわゆるサンボ流のね、入り方をする、まあ、こういうことは全場的にはやっぱりなかなかこういう攻めがないですから、うん、まあ、この秋の場合は本当に運動能力が高いなというか、いや本当にそう思いますね。運動神経ボディバランスが非常にいいなというのが一つ一つのね、はい、ベーシックな技を見ても見て取れるという。おっと飛んだ。あっと自爆になってしまったかな。まあうまくでもかわされたのを見て、うん、着地したようにも見えましたが、はい、この運動能力も何しのね、素晴らしいですよ。すごいところですよね。いや、この年代の選手は割といとも簡単にあんな空中タップやっちゃうんですけれども、すごいことですから。おっと秋野がノータッチ止めコンヒーロー。もうお互いの意地が爆発してますねこれね。トップロープ鉄柱からのね、ラーケプラーダの後ノータッチのトペコンヒーロー。今年デビュー選手ですから、凄まじい大技出てますね。簡単にやってしまいますからね。いや驚きました、さあそして秋野と中西が、おーっとこの裏からの返して、危ない危ない、うん、いやわや3カウントというところ。さあここからすぐ入りますよ。三角締めですか。攻めをね、中西はちょっと油断してたらやられますよ。そうですね、しぶとい。しかもパワーボムでまだ朦朧としている中ですかさず三角締め。このブリッジは綺麗だ。ジャーマン決まったか、うん、しかしカウント2。今ジャーマンやらせたら中西は本当にいい使い手になりましたね。高いですよね、持ち上げ方がね。そしてこのブルーメンソンから、うん、あー脇固めはっはー。いや油断も隙もあったもんじゃないっていうこの1年生、本当に、はい、さあ玉田にタッチしました。まだ中西ここまでは一進一退ですが、どうでしょう。ちょっとアルシオンタックがペース握りつつあるかなという ねこのタッチワークでした。さあ玉田が元気です。あしかしここはうまい、うまく内側フォローに入る。さあニュートラルコーナーからなだれ式、おおトップロープ打った。なだれ式ブレました。さあこれはどうか、うん、先輩から何としても3カウント奪いたいという気持ちあるでしょう、うん、中西やっぱり成長を見せたいですからね。そうですよね、その結果を出したいところです。わ、はい、ーっとフルネーソン、んこれはしかし、ね、両者とも使えてですか。そうなんですよね、玉田も熟知しているが、エルボーですよ、うん、さあこのエルボーはしかしカウンター気味に入って、あ表情はどうでしょうか。やや朦朧とした表情を見せていますが、これはうまい、藤井がよくカットに入った、はい、うわー行ったドラゴン、うわすごい急角度、これはどうか惜しい。相変わらず申し分ないですね。もう本当に角度といいね、はい、完璧です。いい使い手になりました、はい、さあおっとダブルインパクト式の、うわージャーマン投げっぱなしだ、早い、うわしかしミサイルを食らった。さあ一進一退になってきた、4選手入り乱れての攻防ということになるんでしょうか、はい、高速のおブレンバスそのままホールですね、はい、はい、さあ中西もうまくカットに入って、さあ2プラトン何でしょうか。ニュートラルコーナーから、ね、これはダブル、あ無事に任せますね、はい、さあなっとまだまだこの辺りのスピードがね、はい、さあしかしこれもうまくかわした、ミサイルキックかわす、うわ今グーパンチ気味に入った、バックを取ってジャーマンだ、ここはホールドした、これはどうか、ちょっとカウント 2.9 持ってますね。いやいやいや、あわやというシーンでしたが、よく返した、スモールパッケージだ。さあこれは電光石火なるか、おっと危ない、いや今村山レフリーの、ね、このレフリングもね、手がね完全にスリーカウントついたかなと思ったんですけども、はい、あー危ない、いや中西すっ飛んできました、白熱してます、はい、どうでしょう、ちょっと決めにかかってますか、あっと藤井がちょっとグロッキー気味か、あ完全に秋野が中西をカットしている、
さあ得意のパターンに持ち込むのか。ミサイルキックですね。対角線を使ってのミサイルキック。さあ前場ファンには懐かしいと思うのかもしれませんが、後頭部からこれは決まった。完璧にホールドしている。うわ、スリーカウント。青いテープが飛び交っております。横浜アリーナ。そして今ファンが準備いたしました1万本の赤いテープであります。